こんにちは、バルーンアートマニアユスです。今日はネットの画像にあったプレゼント用のバルーンを作りたいと思います。かわいいです。バースデーカラーです。これはかわいいですね。お菓子が入ってますね。なんといってもこれ大事ですね。飴とこっちピカチュウのラムネですね。飴とかラムネとか小さいものだったら入れることが簡単なんで、これはおすすめです。バースデーパーティー、ぜひこちらを作ってみてください。ではまず小さくて簡単な飴からいきたいと思います。5インチのラウンドバルーンでちょっと挑戦してみようと思います。これですね、安売りやってました。バースデーバージョンです。でこれはまず広げます。この先っちょだけじゃなくて奥まで突っ込んないですね。手をここだけじゃなくて奥まで手を突っ込む、ここまで手を突っ込んで全部広げます。そうすると飴玉が入りやすいですね。でこれ掴んでここに入れます。すぐ入ってくれます。でこれもう一個掴んでここに入れます。これすぐ入ってくれますね。はい、できました。そして膨らませます。5インチなんであまり膨らませると割れちゃうんで優しく割る、小さくでいいですよ。で少し空気抜いてまん丸にして、透明度を高めるんですからこうやるんですけど、結構透明なんでこのままで十分ですね。で結んで、はい、入りましたね。かわいいです。これだけでも十分ですけどね。続きまして260を少しだけ膨らませてラウンドバルーンに結びつけます。そしたらここに合わせて巻いていきます。そしたらここで結び合わせます。でここは切ります。こちらできたらハートを膨らませてここと結んでいきます。続きましてリボン作りますね。こちらも安売りやってました。バースデーバージョン初めて膨らませました。ここがないんですね。なのでここ使いたくないんだったらここをつまんでこうするといいですね。これで全部使います。で結んで、小さめにリボンを作っていきます。できたらこれとガッチャンコ足せますね。でループツイストをして絡め、ガッチャンコしていきます。完成しましたね。なかなかいい出来ですね。ここをあまりきつくしすぎるとこれがこうなっちゃうんで、そんなきつくしすぎないようにですね。これバースデーバージョンかなり可愛いですね。キラキラで、こっちをね、初め少し空気抜いてここから使ったんですけど、結局最後の方がここないんで意味なかったです。こっちがこっちとこっちがどっちかはなくなる感じでした。意味なかったです。続きまして大きいやつ入れますね。大きいやつはね、大きい方がいいですね。12ですね、これ 12S。 一回膨らまして空気抜くと柔らかくなってやりやすいかもしれないんで、一回膨らませます。はい、一回空気を入れて抜きます。はい、そうしたらこれを入れるんですけど、このままだとでかくて入れづらいんで
輪ゴム、輪ゴムでちょっとだけ止めるといいと思いますね。これをこうして、ここで止めて、こっち側も止めると小さくなるかもしれないですね。小さくなりましたね。素晴らしいです。これで緩やすくなりました、はい、こちらさっきと一緒で、ここだけじゃなくて奥まで突っ込む、指をここまで突っ込んで広げると緩やすいですね。そしてこれをこの中に押し込んで、お、いい感じです。素晴らしいですね。ゴムを取ります。ゴム、これ取りづらいですね。今の作戦やめた方が良かったです。やりづらかったです。このまま行きましょうか。このままこれをこれ小さくして、奥まで入れて、はい、広げます。そしてこの中に突っ込みます。よし、これよし、お、入りましたね。ゴムで止めなくても大丈夫です。これで入りました。そして空気を入れます。で、今はこれはちょっとスモークっていうか見えづらいんで、これを引っ張ってあげて、ゴムを薄くするとだんだん見えてきます。あ、さっきより見えやすいですね。素晴らしいです。見えやすくしてあげて、パンパンになっちゃうんですけど、引っ張って結ぶ、こちら結びましたね。なかなかいいんじゃないですか。そしてあとはさっきと一緒ですね。これを膨らませて、ここをガチャンコです。こちらできたら、こちらガチャンコです。これできたら、これガチャンコです。はい、できましたね。もしこの白い部分がこういう風に見えなかったら、これをちょっと回してあげるといいです。回してあげると見えてくれます。はい、というわけで今日はネットの画像にあったプレゼントの作り方ですね。これはバースデーパーティーにおすすめですね。可愛すぎます。好きなお菓子を入れてあげてね、渡す。お菓子もね、見えなくしてもいいですね。色がついてればあるんでね。あとこれ作ってみて1個分かったのは、この小さいインチの方で作った方が透明感があって綺麗ですね。これはでかいので作っちゃうと見えづらいです。引っ張ったとしても見えづらくなっちゃうんで、なるべく小さい方がいいですね。5か9か12はでかすぎました。このバースデーカラーのやつはもう売ってないかもしれないんで、普通のバルーン使ってみてくださいね。メッセージをね、書いたりするのもいいと思いますね。こことかにね、書くといいと思います。あと1個残念なのが、このお菓子が潰れちゃうことですね。これ潰れちゃってますよね。見栄えが良くないですね。キャンディーもどっちかは潰れてるんで、ちょっとこれをね、これからは改善していきたいなと思っていますね。はい、課題でもう克服しました。これ汚かったんですけど、ここから掴んで振れば綺麗になりますね。ここを掴んでこう引っ張りすると綺麗になりました。こう掴んで引っ張り綺麗になります。素晴らしいです。こっちのピカチュウもめちゃくちゃだったですよね。さっきまでこんな綺麗になりました。ここもこれちょっと端っことか掴んであげて、端っこ掴んで振るとの伸びるんで、全部振ってあげると綺麗になります。素晴らしいです。あれは綺麗ですね。あと今はちょっとバースデーパーティー、お誕生日会やってる時じゃないと思うんですけど、ぜひね、このコロナが収まったらぜひお誕生日パーティーとかでこちらを作ってみてください。ではまた見てください。さようなら。